皆さんこんにちは、こんばんは、ダリーちゃんです。ファイナルファンタジー7、今回は各キャラクターの、最強装備とか、リミット技を習得するにあたって、寄り道コースになっています。でこちら今から行くのがヴィンセントのルクレツィアの祠で、ヴィンセントの最強武器とリミット技をゲットしたいんですけども、結構ね本編に関わる重要なねイベントとかもあったりするんで、特にねそういうのがない、もうほんまに持ってってねとかあげるよっていうぐらいのやつは動画にしてないんですけど、それ以外のねちょっとね本編に関わってきそうな割とイベントっぽいようなものだけは避けておいておいて、その分だけねちょっとイベントとして残していこうと思います。とりあえずね一番ね重要というか結構ね物語の核と言ってもいいぐらいのヴィンセントの、ルクレツィアの祠編をまずはやっていきたいと思います。ヴィンセント、この声はまさかルクレツィアなのか。ヴィンセント、ルクレツィア来ないで。読み切られへん、早すぎる。あ、ここがニブル山ですね。昔のニブル山ですね。ヴィンセントこんなやったんですね。彼女が幸せなら私は構わない。反対だ、そんな人体実験、私も彼女も科学者だ。ちょっと早すぎましたね。しばらくした後、ルクレツィアに赤ん坊が生まれる。赤ん坊の名はセフィロス。普通に撃たれたで北条に、シンプルに撃たれたら、まあね、北条はマッドすぎるで。うわこの体は私に与えられた罰。私はガスト博士や北条、そしてルクレツィアを止めることができなかった。見ていることしかできなかった。それが私の罪。あ、北条じゃなくてあれガスト博士、ちょっと違うね、人記憶違い。ルクレツィア生きていたのか。消えてしまいたかった。みんなのそばにいられなかった。死にたかった。でも私の中のジェノバが私を死なせてくれない。最近セフィロスの夢を見るの。私の可愛い子供。でもあの子が生まれてから私は一度も抱いてない。子供も抱けない。母親だということもできない。それが私の罪。ダメ、来ちゃダメ。ヴィンセント、教えて。何を。セフィロス、あの子は生きているの。5年前に死んだと聞いたわ。でも最近よく夢を見るの。それにあの子も私と同じ簡単に死ねない体。ねえヴィンセント、あの子は。真実は言えないね。セフィロスは死んでしまったよ、ルクレツィア。結構ね物語はね核心となるとね結構大事なところでしてでございまして、ですね、特にね10回ほどねちょっとね戦っていうかねバトルをしないとストーリーが進まんらしいんで、ちょいとね10回ほどバトルをしてます。あら、ちょっと反撃で殺さないでくれるかな弱すぎるな。召喚使いたかったんですけどね、ほんまは。使ってないやつね使っていきましょうと思いまして、
ポーンとか使ってないですよね。ポーンと10枚使っていきましょうか。召喚全部使い終わったら戻りましょうか。それぐらいにしておきましょう。ついでなんでね、ミスでも勝ててるから。ポーンいったんで次ハーデスです。おお、こんなんですね。おお、なるほど。この辺はですね、ちょっとね、あまりにも強すぎて反撃とかで敵が死んでしまうんでね、サバキスはね、早送りという形でね、お送り出します。次の召喚獣がね、出る時にまでちょっとね、この早送りします。よし、ギガフリア役立ってましたね。あ、こんな感じなんですね、バハムとかいます。あ、かっこいい。さて、次は。早くしすぎるとちょっと私の操作が追いつかないんで。おお、かっこいい。フェニックスかっこいいですね。私の操作が追いつかなくって、先にね、カウンターとかをしてしまうんやと思うんですよ。だから一旦バトルに入ったら私の攻撃をで、今フェニックスもできたからクジャタ、感じなんですね。なんか特に何かが来るわけでもなく、おお、あ、来た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 。あ、早くしましょう。さすがにこれは今更ですが、ヴィンセントに変わってください。ヴィンセントに変わってください。早く、はい、ヴィンセントに変わってください。今クジャタまで行ったから、次普通のバハムートね、メガフレア、これはね、もう見ましたよね。もうね、召喚のマテリア私結構手に入れてるはずなんですよ。リヴァイアさん、リヴァイアさんまだやってないんでね。これはね、ユフィの、ね、五強の塔でユフィ一人で勝ち抜きしていったらもらえるんですよ。リヴァイアさんはね、のマテリアは。リヴァイアさんって言います皆さん。リヴァイアさんって言います。どっちですかね。早くヴィンセントに変わってください。早くヴィンセントに変わってください。オーディン、ガンティつけ、多分ね、もう行っても大丈夫やと思うんですけど、ちょっと次なんで。これつけても大丈夫そうですね。あ、ちょオーディン行ったね。今タイタンだね。今度はやめてね。
ボス階段はこんな感じですね。バーンという、あ、残ったよ。そう、ビンセントに変わって、ビンセントに変わって、ラム、なるほど、あいつ浮いてるから効かないんですね、階段の攻撃は。いい感じですね。オッケー、カウント、オッケー、タイタンラム、イフリート、はい、イフリートはこんな感じですね。ここやったのね、ウスに変わって、ウスに変わって、まだいけるよ、まだいけるよ。召喚、イフリートいったね、今シバ、こんな感じでございます。で、あとはもうちょっとですね、特番のモーグルは多分ね、めっちゃ弱いと思うんですよ。なんでちょっとティファの召喚も、あといけたよ、意外と。ティファちゃんはね、持ってるんでね、召喚、召喚のマテリア、クラウドはつけてた？つけてないね。あとね、こうナイトブランドとバフンとゼロ式があるんでね、ティファちゃんの。この辺をね、サクッとやってしまいました。ティファちゃんに変わってほしい。OK! テラフレア。かわいいね、かっこいいね。はい、それではね、最後のナイツ・オブ・ラウンドを出したいんですが、あんまり少ないとね、敵が。こんだけおったら、こんだけおったら死ねへんと先に。よし、こいつはね、長いんでしょう、ナイト・ブラウンドは。バーン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 ってね、こんな雑魚にナイト・ブラウンド使う必要ないんですけどね、ちょっと出したかったんで。それでね、とりあえず今のところほぼほぼ持ってる召喚で全部出し切った感じなんで、こんな感じの演出でございます。ちょっとね、3倍速なんですけど、まあ、その辺は、まあね、ナイトブランドで3倍速ぐらいがちょうどいいかと思いますんで。OK です。ではね、ほんとよく戦闘もしたんで、ルクレツィアの祠に戻りましょう。ここね、ちょっと今は切った方がいいかな。で、入る。ルクレツィア、デスペナルティを手に入れた、カオスを手に入れた。これがね、あのヴィンセントの、最終のね、武器になってまいります。これですね、デスペナルティ、攻撃力が上がります。で、究極リミットがなんで、あ、まだデスギガスまでしか覚えてないのね、あなた。なんでちょっとまだね、せっかくね、手に入れたね、このカオスはね、使えないんですけど、まあまあ、いいかなっていう感じです。それでは、次はですね、ですね、終わったので、ティファの、家に行ってイベントを見るか、レッドサーティーのとこですね、コスモキャニオンでブーゲンハーゲンとのね、会話をね、聞くかっていうところで次につなげていきたいと思います。はい、それではね、レッドサーティー7期編やっていきたいと思います。
じっちゃん。じっちゃん。なんだ、七木か。まだこんなところにいるのか。じっちゃん、このままにしてなんかいけないよ。この谷をコスモキャニオンのみんなを守るのがオイラの瀬戸の息子の使命だ。聞くのじゃ、七木。もうお前には分かっておるじゃろう。お前に使命というものがあるとすれば、それはこの谷を守ることではない。枯れてゆく山の木々を見ること、生まれくる直後の産声を聞くこと、人間の一生などよりもはるかに長い時の流れを見つめ続けること、それはこの谷に残っているよりずっと多くのことをお前に教えるじゃろう。そしてお前の見たものはやがてライフストリームの一部となり受け継がれていくんじゃ。わしらの子供たちに、お前の子供たちに。だから七木をクラウドと行け。その目で、耳で。ほうほうほう、おれ、そんな顔するな。わしのことなら大丈夫じゃよ。広い世界を見てくるんじゃ。もしかしたら、ほれ、かわいいガールフレンドが見つかるかもしれんしの。じっちゃん。そうそう、これを持っていくといい。今のお前ならよく似合うじゃろ。ほうほう。なくなってしまいましたね、ブーゲンハーゲン。レッドサーティーン、ブーゲンハーゲンは。ちっちゃん、また旅に出るって。旅？この前の飛空艇がよっぽど気に入ったらしいんだ。じっとしてられないって飛び出して行っちゃったよ。お土産までもらったんだ、ほら。リミテッド分を手に入れた。あれ、お土産って帰ってきてからもらうんだよね。ははは、変なじっちゃん、ははは。はそうか、それじゃまたどこかでひょっこり会うかもしれないな。うん、そう、そうだね。ありがとう、クラウド。はい、ということでね、7期編こちらで終了です。続きましてね、ユフィ編の方行っていきたいと思います。はい、続きまして、ユフィのですね、リミットブレイクのやったかなの方を撮っていきたいと、あったったったと思います。でね、もうサクサクっと、やっていきましょうね。おお、ユフィ様、この五教の塔を登られる気になられたのですな。まあそんなとこかな。ではこの1階の相手は、この力の、構成ゴーリキーが詰めさせていただきます。ゴーリキーでっていうポケモン界っていう。よ、おいらシェイク、おらシェイクってんだ。ゴーリキーとあんたの手合わせはおらが見届けさせてもらうよ。では参る。力変化将来。余裕です。武器はね、言うて最強の武器持ってるんで、今これで、リミットなんでね。参りましたぞ、ユフィ様。当然、ただの跳ね返り娘かと思ってたけど、その程度はできんじゃん。ま、次はどうかな。サクサクいきましょう。このね、五強の塔ね、5人倒せばクリアなんですけど、ちょっとイベントがあったんでね、ちょっとこれも急遽録画にしました。次は誰よ。あんたの目は節穴か。ここにいんじゃん。はあ、ガキがいて。へん、何を言うかね。どことのバカ娘よりはオラの方がよっぽど大人よ。なんだって。へっへっ、そうやってムキになるのがガキたるゆえんよ。このガキは昨の強制のオイラに勝ってからにしな。見てなよ、鼻息だけは一人前だね。本当にやる根性あんの。おしゃべりはもういい。ほう、ついにゴーリキーを倒したものが出たようじゃの。ではこのチェホフが立ち会いましょうぞ。行くか、行くぜガキンチョ。即変化将来。まあこれが多分早いんでしょうけどね。まあ関係ありません、リミットなんで。 OK。 わっちゃー、ちったやるみたいじゃん。当然、ほっほっほ。久方ぶりにうずきますぞ。あ、次のステージのやつがなんか見に来るみたいですね。なんとシェイクまで敗れたか。
ジャフ、そなたの出番も久しぶりだな。残念ながらわらわでおしまいじゃ。スタニフ、そなたはそこで見ているがいい。そんなわけにはいかないのよね。若さが強さってとこ教えてあげるよ。小娘が気がっておると、やけどくらいで済まさぬぞい。済まぬぞい。あいにく火遊びは大好きやな。おばさんを相手してらんない。あ、これで一旦逃げられるってことなんでしょうね、多分。ほっほっほ。魔の強制のわらわとし合ったとでも、そのヘラズ口聞けるといいが。魔変化将来。まあ、余裕です。リミットブレイクなんでね。ザコでーすと。わらわの術を破るとは。当然。面白い。久々に我が腕、存分に震えそうだな。今ちょっとわらわの口調で呼んでしまった。わらわの口調っていうのもおかしいけど、さっきの女性のノリで喋ってしまった。ここ4階までは会場の者が立ち会うのが習わし。しかしここは五経の塔4階にして最上階の意味を持つ。ん？五経の塔やのに？すなわち武の強制な私を破った者はかつてないということだ。それでも戦うかね。もちろん。気に入った。見るがいい。不変化将来。ベヒモスかな。あ、なんか弱そうだな。雑魚すぎるな。一人だからかな。なんだと。当然。お見事、覚悟腕を上げられたとは。ほっほ、思ったより崖じゃないみたいじゃん。当然であろう。わらわが敗れたものなれば。最上階の立ち会いは我ら4人、あの方と相まみえていただきましょうぞ。あ、そういう感じ。はいはいはい。五経の当時の読んでもらうのおかしいと思ったね。お、なんだこれ、お前師匠だな。喋らないし。お、親父？よくぞ来た、ユフィ。なんであんたが。そらせる。聞きたいことはわしの代わりに己の技で聞くがいい。手を抜くなよ。わしを殺すつもりで来い。でなければ私がお前を殺す。ちょっと。何をしておる。そう、変化将来。強そうだな、お前。早いじゃねえか、意外と。聞かぬよ、そんなものは。ぜえ。お、親父、やるじゃねえか。お前も腕を上げたな。ははは。うん。ははははははは。何や今の、プーンって。やるようになったな、ユフィ。この水神様のマテリアを持っていくがいい。お、やったね、リバヤサのマテリアゲッチュー。しかし五道様、水神様のマテリアは五経の塔を制覇し、新たに五経勢を治める者が持つのが習わし。習わし習わしってもう聞き飽きたよ。バカじゃない。口が過ぎますぞ、ユキ様。じゃああんたらはいいの。それだけの力があってこんな塔にこもってるだけで満足なのかよ。ユフィ、親父もそうさ。前に戦に負けたからってこのウータイをこんなにしちまってさ。何が言いたいんだい。ウータイをこんなひなびた観光地にしてよそ者にこびて、そんなんでいいのかよ。立ち会うぞ、もう水神様も泣いてるよ。やれやれ、やっぱガキだな。なんだと。ユフィ、許してくれ。すべてわしの責任だ。何をおっしゃいます、五道様。戦に負けウータイをこのようにしてしまったのはわしなのだ。五道様、お前たちは黙っておれ。ユフィ、かつて戦に臨む前のわしも今のお前と同じじゃった。だが戦に負け考えた。強さとは相手を倒すためのものなのか、他者に対し見せつけるものなのかと。力を見せつける強者は強者を呼ぶ。それが戦になる。
それではシーナと同じではないか。お前がウータイのためマテリアを探しているのは分かっていた。だがわしが力を封じているのもまたウータイのためなのだ。今分かったぞ。必要なものは両方なのだ。志のない力では意味がない。力のない志ではそれもかなわぬ。五道様、そなたたちリフィを同行させてやってくれ。そなたたちは志と力、その二つを持っている。そのまで言われたら断れないわね。ということさ、俺は構わないよ。行けユフィ、ウータイの真の強さを根付かせるためにもな。親父、お前が戻るまではわしがご教世を治める。行ってこい、そして生きて帰ってこい。当然だよ。ユフィ、ちょっと待て。あの連中の持っているマテリアな、戦いがおれば多分用済みになるんではないかな。親父、行ってこい、最後まで生き残れ、そして帰ってくるのだ。マテリアを持ってな。へへ、当たり前よ。心家族はまあね、ということで、こちらで、ユフィ編は終了となります。ちょっとね、まだ私動画の編集点考えてないんで、ね、次のね、キャラクターは誰になるかはちょっとね分かんないんです。ここで終わりかもしれないんですけど、ね、ちょっとこちらで、ユフィ編は終了といたします。それでは、次のキャラに行きます。はい、ではね、そうしましたら次はね、ティファ編を行きたいと思います。ティファの部屋でドレミシラドレミソファドレードっていう感じでこのピアノをね弾いていったらね、ちょっとねある手紙が見つかりますので、そちらの方をですね一緒に見ていきたいと思います。ピアノでも弾くか、ちょっとだけ。どうやって弾くんだったかな、覚えてる。でね、弾いていきましょう。どこかで聞いたメロディー、なんとなくうまく弾けた。その曲なら楽譜があるわ。あれ、ちょっと待って、楽譜の間に何か挟まってる。ティファよ、この村は一体どうなっているのだ。あれは幻、それとも夢だったのか。いや、そんなはずはない。私ははっきりと覚えている。炎の中から無事なものを救い出そうとしたが力及ばず、怒りに燃えた私はセフィロスを倒すべくマコーロへ向かった。セフィロスの姿は見えなかった。その代わりマコーロの中で倒れていたティファ、お前を見つけたのだ。セフィロスを倒すよりもお前の命を救う方が大切だと私は考えた。マコーロの中には他にも何人かまだ息のある者がいたのだが、救うことができたのはお前だけだった。マコーロから出るとシンラの軍隊が到着したところだった。指揮を取っていたのは確か北条という科学者だったと記憶している。北条は少しでも息のある者は実験用に集めておけと兵士たちに命令していた。何の実験だか知らないが、可愛い弟子を渡すわけにはいかない。私はお前を背負って山を下り、そして村を出た。私は道中何度もお前にキアールをかけつつ、お前の命を救ってくれる医者を求めてミッドガルを目指した。あの町は好きではないが、私のキアールだけではどうしようもなかった。ミッドガルの信頼できる医者にお前を預けて、私は再び旅に出ることにした。お前のことは心配だったが、一つの場所に留まっていられないのが私の性分だ。傷はすっかり良くなっただろうか。元気にしているだろうか。あれから何年が過ぎたのだ。私はふらりとこの村に戻ってきたが、正直なところ驚いている。村は元通りだが、黒い服の不気味な者たちがうろついている。神羅の匂いがプンプンするが、私は深追いするつもりはない。逃げていると言われればそれまでだが、神羅に関わるのはもう嫌なのだ。
さてティファ、この家の者が戻ってこないうちにここを去らなくてはならない。時間はなさそうだ。お前は必ずこの手紙を見つけるに違いない。それを信じてここに私からの贈り物を隠しておく。きっと役に立つだろう。直接渡したいところだが、弟子に老いた自分を見られるのはつらい。もう私はジャンプさえできなくなってしまった。私の技、お前が磨き上げてくれることを願っている。最愛の弟子へ、ザンガン。というね、ザンガンからの、手紙が、こちらのねピアノのね裏のところに、楽譜の裏のところにね挟まって置いてありましたということです。ティファの最終奥義、ファイナルヘブンを手に入れたということで、こちらでティファ編終了といたします。以上をもちまして、各キャラクターのイベントの発生する最強武器だったり最終奥義のね回収作業終了といたします。次回ですね、大駆動ですね、突入のところから始めていきたいと思います。ちょっとね、いろいろ倍速にしたりね、逆倍速にしたりでね、見苦しいところは多々あったかと思いますが、すいません、後入れのアホレクでちょっとやりにくかったんで、このようになりました。それではまた次の動画でお会いしましょう。さようなら。